はい、皆さんこんにちは、ピカです。ドラゴンクエストトレジャーズ、青き瞳と大空の羅針盤、やっていくよ。はい、パーティーをこんな感じにしました。車掌さんに渡したイノシシオークと、また別にね、木箱とか探せればいいかなと思って、仲間にしたよ。はい、そして、青のスライムくんをね、外して、ドラキーを、またラッキーを戻しました、パーティーに。はい、それでは行くぜ。ちょっとここら辺で木箱あるか、ちょっとここで使えない。よし、行こう。これ使える？使えない。さあ、ワクワクすんね、本当にね。あれマヤ、この絵なんだろう。なんだろうね、これね、わかんない。なんかの紋章かな、これ。よし、行ってくるぜマヤ。なんだ、ここにもう旗あんのか。うん、なんだよなんか敵だ、迷宮っていうから心構えていたが、旗あるのか、ここに。あった。あ、その先、あの今の扉の先が迷宮かな。これが鉄道の大旗？あんたたちの瞳の色みたいに青いのね。これはこれでクールだブー。それじゃあトマソンに、私に。あれ？他にも何か入ってるぜ。石板に見えるけど、お宝か？この石板はもしかして、ちょっと読んでみるわね。これなんだろうって言ってた、あのマークやんないか。竜の王、戦の宝に紛れ、大地のいずこかに眠る。イクトセか。この石板の情報は、七つの流石の一つ、尾の流石？流石か。そうみたいだブー。この石板にはどうやら七つの流石が書かれているようだブー。でもさっきの情報だけじゃ、正確な在りかがわからないブー。そうね。だけど、七つの流石に関わる石板が、この迷宮にあることは覚えておきましょう。迷宮の石板1、尾の竜石について書かれた不思議な石板。竜の尾の育戦の宝に紛れ、大地のいずこかに眠る。そうだ、面白そうなの見つけたんだ。ちょっとこっちに来てくれよ、兄貴。何？いや、それさっき見たんだけど。あれが竜の子か。何かしらこの絵。なあ、あれ。ちょっと待てよ、なんか今ピンときたけど。羅針盤、宝島への道しるべ。これミーシャたちもさ、あの絵の中の一つになんか似てない？緑とピンク、それになるっていうことない？大空、
大空の羅針盤って何だろう。大空の羅針盤というのは聞いたことないけど、この絵には7つの龍石も書かれているわね。読んでみるわね。何か文字も書かれているから、あたいが読んでみるわ。角は巨人の角が示し、瞳は古代獣の瞳が映す。牙は紫電の牙が砕き、翼は死した王の翼となって羽ばたく。尾は雪隠れの尾となりて、爪は疾風の爪を研ぎ澄ます。そして心は奥深くの深奥の心に眠る。竜の体の部分の形になっているのか、なんだか面白そうな石だな。うん、それに宝島ってのも気になるね。お宝がたくさんありそうでワクワクするぜ。この迷宮はまだまだ情報がありそう。また後で来ることになりそうね。さあ、鉄道の大旗をトマソンさんに渡しに戻るわよ。よし、行ってくるよ。鉄道の大旗を持ってきてくださったのですね。鉄道の大旗をトマソンに渡しますか。はい、無表。ありがとうございます。それではこちらはお預かりしておきます。さて、皆さんにお見せしたいものが、ちょっとこちらに来てください。無表。あ、旗か。旗刺すの。見てください、世界の中心ともいえる本社の駅が完全に直りました。やったぜ。オッケー、列車で周囲の島々に行けるようになった。ですが、これは最初の一歩です。この世界にはまだたくさんの駅があります。幸いファスカル島の他の4つの島にある支店の駅は動いていることを確認しました。ただその他の駅は動力が途絶え、動かなくなっていることでしょう。世界中の駅を復旧し、我が社の復興を助けてくだされば幸いです。わかったよ。これで冒険できる場所が広がったな。世界中のお宝を探しに行こうぜ、兄貴。うん、それもいいけど、七つの龍石のことも忘れないでほしいブー。それが私らの目的だブー。お待ちください。この世界のお宝を狙うのはあなた方だけではありません。シルフの国とギンギーラ空賊団だけでなく、多くのライバルたちが宝を狙っています。あ、まだいるんだ。なんかカンダタみたいのもいたけど、ここにいる皆さんだけですと少し分が悪そうですな。だねブー、少しライバルが強力だブー。僕たちも同じくらい人手がいるかも。実はあたいに考えてた作戦があるの。あんたたちモンスターを仲間にできるでしょ。シルフのお宝ハンターたちはモンスターたちとチームでお宝探しをするんだって聞いたわ。ならあたいたちもライバルに負けないようなでっかいチーム団を作ればいいのよ。よっしゃ。なるほど。ミューシャンにしては名案だブー。第三勢力ってわけだな。よし、俺たちの団を結成するんだな。それじゃあ団の名前を決めようぜ。変態的に。ああ、わかったよ。なあ兄貴、決めてくれよ。わかった。神マヤ団か。何がいいだろうな。このゲーム最後までクリアしたら、なんかもっと面白そうなピンポイントのね、このゲームらしい名前がひらめくんでしょうけど、今は何もわからないから適当につけるしかないよな。
うん、それじゃあ俺たちは今から海賊王に俺はなるだんだ。なめんな兄貴。はい、すいません。いいじゃないか、海賊出身だから。やったぜ。今からこの場所が俺たちの団の本部だ。いいか、この大地のお宝は全部俺たちがいただくぜ。みんなでお宝を手に入れるぞ。カミュとマヤは自分たちの団、海賊王に俺はなる団を結成した。ふざけるな。はい。さて、お宝を集めるなら宝物庫にいるわね。トンブーが用意するって言ってた宝物庫はどうなったのかしら。見に行きましょう。めんどくさいけど。うん、ちょっとすぐ冒険行きたいんだけど俺。うん、行ってこよう。はい、トンブ、おっと綺麗なったね。トンブ、待ってたブ。宝物庫が綺麗になったブ。これで見つけたお宝をどんどんしまっていけるブ。そのスライムのミイラーみたいの何それ。俺拾ったやつ。それと預かっておいたお宝は鑑定しといたブ。おお、ミイラーじゃなくてあれか、クリスタルか。な、何鑑定価格。いやー、何でも鑑定団みたい。これスライムの仲間たちに好まれるというモンスターの名前を冠した宝石。こりゃいいや。おお、何これ。何回か修理された跡がある蹴破られたサントハイム城の壁。何これ、売れるっちゅうことか。価格あるっちゅうことは、こんな風に見つけたお宝はすべてこの宝物庫にしまっておくブ。なんかスライムに気に入られるって言ってたから持ち歩いたらいいとかそんなんじゃないんだね。お宝はお宝か。たくさんお宝を集めればお宝ハンターの団として大きくなってもっとお宝探しがはかどるようになると思うんだブ。台座があったらお宝を飾っておいたけどあったから自分の好きなように変えてくれていいブ。あとはお宝探しに出発するだけね。駅に行って列車に乗りましょう。覚えとくといいわ。お気に入りのお宝をマイトレジャーとして宝物庫の台座に飾ってみよう。うん、マイトレジャーとして台座に飾ったお宝は団の仲間が時々磨いてくれる。大切に磨かれたお宝は価格がアップする。はい。宝物庫の台座を調べるとマイトレジャーの変更や詳細の確認ができる。お気に入りのお宝の価値を高めて君だけのマイトレジャーにしよう。うん、わかった。じゃあ冒険行く。兄貴、来たな。さあ、お宝探しに出かけようぜ。松部。ちょっと松部。まだ仲間も少ないし、神とマヤのどっちかはここに残った方がいいブ。そうね。お宝が襲われたらたまったもんじゃないものね。ちぇー。兄貴と一緒に冒険できると思ったのにな。兄貴と俺どっちが冒険に出る？後で交代もできるぜ。ああどうしよう。まあじゃあ次マヤで行こうか。
よし、俺が行くんだな。気が向いたら兄貴と変わるから心配すんなよ。俺の出番だ。豆知識よ。本部にいるカミュがマヤに話しかけると操作できるキャラクターを交代できる。好きなキャラクターで冒険しよう。はい、ブブ。それから僕たちもお宝探しに協力させてもらうブ。ニュー。実はあたいたち特別な力があるのよ。探せそうなお宝のことを占えるのよ。列車に乗るときに見つかりそうなお宝のことを占ってあげるから感謝しなさい。さあ行こうぜ。7つの隆石を探しつつ世界中のお宝をザックザク手に入れようぜ。まずは50万ゴールド分のお宝を集めることを目指してみるか。おお。はい、いろんなクエストができるようになった。よく聞くブ。うん、とりあえずメインクエストからクリアしてみよう。はい、余裕があれば他のクエストもやればいいお宝が手に入るかもしれないぞと。メインクエスト、はい、これがサブクエチョとか旅人クエスト。鉄道の復旧、え、あ、これがもうメインクエストなのか。あ、違うか。これか、本格的なお宝探し。これがメインクエストね。はいはい。でも復旧しないといけないんじゃないの？メインじゃないのこれ。どうしようかな。列車で周囲の島々に行けるようになった。埋められたたくさんのお宝を探しに行こう。どこかの駅で降りてお宝コンパスを使ってみる。まあ行くか。達成条件、お宝コンパスを使う。あらすじ列車で、はいはい。注目だブ。冒険の目的についてはクエストの中から一つだけ設定できる。フィールドにはマークが出て冒険しやすいので、進めたいクエストを冒険の目的に設定してみよう。うん。戻る。乗ればいいのかな。耳寄り情報だブ。駅の行き先一覧では島ごとのぴったり度を確認できる。ぴったり度が高いほどお宝が見つけやすくなるので数字が高いところに行ってみよう。ぴったり度は各島のお宝占いと連れている仲間モンスターの宝、探せるお宝が一致しているほど高くなるぞ。各地にどんなお宝が隠されているかはミューシャとトンブーが教えてくれるぞ。狙ったお宝があるかチェックしよう。はい。これで 50%、 50、これがセナック火山島。はい。なんでこれ低いんだろう。なんか書いてある。お宝が見つかりやすい部、数字はパーティーの編成で変わる部。 25% で見つかりやすい部なの。ああ、なるほど。上の G も読まなければいけねえのか。ぴったり度が高いほどお宝が見つかりやすい部。わかった。じゃあまあこれでいこうか。行ってきます。良い旅を。第一の駅。おっと、車掌さんが赤くなってる。フィールド上で見えるびっくりマークの場所では何かが起こりそうだぞ。行き先に迷ったらびっくりマークの場所に行ってみよう。びっくりマーク。君がファスカル島のターミナル駅を直してくれたんでしょ。
君のおかげでこの厚木第一の駅にもまた列車が来れるようになったんだ。僕の名前はウラジン。かわいい声だね。この駅の車掌をしてるんだよ。トマソン君から駅を復旧してくれる親切な人がいるって聞いてやってきたんだ。僕たちが辞めた後もトマソン君はカンパニーにずっといたみたいだね。僕たち車掌のリーダーだったんだ。久々に会ったけど変わってなかったな。話は変わるけど君ならきっと他の駅も直すことができるよね。ここはあと2つ駅があるんだ。直してくれたらお礼するからお願い。やりますよ。君ならきっとできるよ。セナック火山島にはここの他に赤い林の駅と火球の駅があるんだけど、駅にいる駅ボット?ボットに頼めば直せるよ。全部直せたらまた来て。あとこれ駅の復旧に必要だと思うから持って行っていいよ。駅ボットに渡してね。うん、わかった。ウラジンからブラッドクォーツを1個受け取った。はい。うん。何?地上に降りたいときはそのエレベーターを使えば降りられるよ。うん、これか。耳寄り情報だブ。世界各地には動かなくなった駅が残されている。本部と同じように駅を復旧してみよう。復旧した駅には列車で素早く移動できるようになるぞ。うん、ほいほいほい。まあなんだろう、ドラゴンクエストビルダーズみたいに、まあここの島にしかない、またね、あの素材とか取りに来たりしなければいけないっちゅうことか。んーと、そしたら行けばいいんだね。よし。なんだ、買い物してクッキー。あー、クッキー食いたくなってきた。ずっとお客さんが来なかったからこのお店やめようかなと思ってたっき。でもやめなくてよかったっき。いっぱい買い物していってほしいき。何、武器とかあんのか。買いに来た。あー、弾、素材、はいはいはい。びっくりトマト、はい。メラダン。これ何、氷?水属性ね。もうここ火山島だから水効くやろ普通に。まあでも300円するね。たっけえなこれ。まあなんか素材売ったら高く売れるのかね。うん、ちょっとだけ覗いてこよっか。あれはなんだ。どう?え、なんかあんの?あ、あそこに、ああいう風に素材、見っけれるのか。あれもなんか色違ってるね。まああれは消えちゃうのかな、あの色。なんかちょっととっても危険なやつがいるんだけど、溶接マスクみたいのをかぶってけど、しかもちょっとあれはちょっとね、炎の種、はいはいはい。あれは何だろうか、味方か。ちぇ、ろくな鉱石が。ろくな鉱石が見つかんねえな。わしの探してたが、探し方がまずいってか。なんでちっこいの。わしの邪魔をしたらこのハンマーでプッツンプリンだぞお前。
わかりました。じゃあね、これを壊してなんかあるかもしれないからね。あった、あ、ライスフラワー。これね、あのさまよう鎧がね、おっと、ライスフラワーくれたら仲間になるみたいな感じだったんだよね。スライムベース、おっと、げっ、避けろ避けろ、えい、やれい、よし、オッケー、ゴールドオーク、えい、いろんなとこがあるこれさ、ゼルダのブレスオブザワイルドみたいねこの滑空ね。あれやるか。オッケー、なんで切れないのかな。ゲーダメー、あ、なんか回復しやがったこいつ。よっしゃ、なんか121って何、すげえんだけど。よし、オッケー、おっと、マリュの骨、はいはいはい、避けてかかって、ちょ どこ攻撃してんの、あれ、よしよし、三河荘、おっと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 、おっととっ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 と、なになに、コイン、うん、コイン、まあお金か。コインにはレアリティが銅銀金二次の4種類があり、レアリティが高いほどいい効果がついているぞ。あ、なんだ、お金じゃないんだ。この世界では不思議な力を秘めたコインを入手できる。コインを装備すると自分の仲間モンスターを強く、ほうほうほう、はいはいはい、極楽鳥コイン、ちょ言うて、どう装備するの。あ、これか。極楽鳥コイン、まあ、マヤにも装備できるの。コインを装備して神はマヤの、仲間モンスターを強くしよう。コインごとについている効果が違うので弱点をカバーしたり強みを伸ばしたりできる。またコイン装備のメニューで Y ボタンを押すとお任せでまとめてコインを装備できる。どのコインを装備するか迷ったら使ってみよう。はい、やっぱあれ、あ、HP ね、 HP が増えるんだね、最大。ほうほうほう、まあまあ、じゃあマヤに装備させとこうか。うん、へえ、面白いね。うん、これを取れちゃう、お宝リスト。え、やりましたね。何が、よく聞く分、お宝をたくさん集めたり価値を上げたりしてトレジャー総額を 目標値まで貯めると段のランクを上げられる。
段のランクが上がるとコインを装備できる数が増えたり、ほうほうほう、今のか。お宝の鑑定額にボーナスがついたりするなど便利になっていくので、たくさんのお宝を集めて段ランクを上げよう。うん、まあ50万ゴールドが目標なんだよね今ね。うん、さっきなんか出発前にマヤ言ってたもんね。とりあえず50万ゴールドなんとか、下に書いてあるね。あー、了解、わかったよ。わかったよ。はい、そしたらね、今回はねここまでにしときます。ではまた次回目標地まで進んでいきましょう。またね。